もうこの、ここでメラゾーマ決めきるしかない、マジで。頼む。もうやめてくれ。誰投げてきてる？スライム。ドルクマ。頼む。耐えろ。え？マジで言ってる？嘘でしょ。こんなことある？ねえ。こんなことってある？え、マジこれ。パートナーごと失うの？俺だってまだジョーカー3、牧場の開き方も知らないんだけど。というわけで、その後不手寝いたしまして、一夜明けました、のぼりでございます。まあ、不手寝したところで結果は変わらず、パート3にして、主力メンバー7名、すべて、失ってしまいました。まずは今から、この子たちとのお別れ会を行いまして、その後に、パーティーの再建を行いたいと思います。え、待って、エンタシス、オリエンタシス、お前眠り激減なの？は？嘘でしょ。ひとしも眠り半減だし、忠助も半減。なんでじゃあこんな食らった？あいつ眠りブレイクとか持ってたのかな？眠りブレイクというか、なんていうの、そういう系のブレイクを持ってたのか、あいつが。いや、もうそれを考えても仕方ないんでね。まあ、とりあえずお別れ会を開始しようと思います。いや、本当に甘えたね。まずは初めて仲間にしたモンスターでしたけども、ここでお別れとなります。ここまでありがとう。はじめ、朝ミストに去っていた。続きまして、双葉ですね。最初の暴食君もね、双葉がいたからこそ勝てたみたいなところもあって、16レベルまで行ってね、 HP も相当高くなっていたんですけれども、ここでお別れとなります。ちょっとライドしてるから無理か。いや、マジでこのズッキーニャは配合したかったね。ステータスがだいぶ高くなってたから、やっぱまあレベルっていうのは大事だなっていうのも思い知らされたね。本当にここまでありがとう。双葉はさみしそうに去っていった。続いて文太でございます。まあ、文太もね、最初のボス戦、暴食ですごく活躍してくれたり、まあ、火の息がね、とにかく強かったりっていうところだったんですけども、まあ、ちょっと、今回の戦いにはついてこれず、結局、一撃でやられてしまいました。炎の息吹、まあ、こういう系のスキルはね、最初に振ると特に強かったりするんですけども、いやー、まあ、ここで、お別れとなります。本当に、今まで、ありがとう。さよなら。文太は寂しそうに去っていった。続きまして、ニードルマンでございます。まあ、ニードルマンに関してはレベルを上げるためにね、スタンバイに入れていたっていうところもあったんですけれども、まあ、もちろん配合もせずただ連れていっただけでついてこれるわけはなくっていうところでしたね。僕の一重に甘えが招いた結果かなと思います。本当にすまんかった。ありがとう。寂しそうに去っていた。続きまして、そしたらまあひとし行こうか。まあ、ひとしはね、初の2枠モンスターで2から3回行動を持ってっていうね、もう僕の好きなところがいっぱい詰まってたんですけれども、まあちょっと本当に俺の準備不足だったね。あとはこの守備力29っていう守備力をもう少し俺がカバーしてあげるべきだった。配合してないシャドウですら31とかあるのに対して、もうガチャごっことかね111とかあるのに29だからね、配合してて。まあそこをね、もう少し俺が把握して補ってあげなければならなかったなっていうところですね。本当にすまんかった。本当にただただ俺の責任です。すまんかった。ここまで本当にありがとう。ひとしは寂しそうに去っていった。続きまして、ガチャコッコでございます。守備力も高くてね、素早さもすごい高くて、で賢さもそれなりにあって、ヒーラーとしてもアッパーかけるみたいなところでも役に立てたと思うんですけど、まあどうしてもちょっと眠らされてしまったっていう部分があったんでね、まあ賢さもアップも少しずつ上げて、ヒーラーとしても立ち回れるようになってきたかなっていうところだったんですけれども、ここでお別れとなります。ここまで本当にありがとうございました。さよなら。ただすけは寂しそうに去っていった。そして最後、ショーでございます。オリエンタシスにね、配合いたしまして、守備力もね102で、HP もね、135とあって、相当高かった。まあ、素早さがね、ちょっと遅いっていうところはあるんですけれども、まあ、それを加味してもね、やっぱりこのエスタークっていうスキルから放たれるメラゾーマ、イオナズン、この2つはね、とてつもない破壊力でございました。
もうこれが火力の要だったヌスットウサギと配合してね、できていたんですけれども、そっか、マテリアルフォースで守備力32も上がっていたのか。それもあったんですけれども、ちょっとここでねお別れとなってしまいました。最初のね相棒枠を失うっていうことがなかったので、ちょっとしんどいところではあるんですけれども、まあここでお別れとなります。今までここまでね本当にプチターク、オリエンタシスのおかげで来れていたと思います。また会う機会があったらよろしくお願いします。本当にすまん、ここまでありがとう。さよなら。ショーは寂しそうに去っていった。というわけでね、すっからかんになってしまいました僕の手持ちですけれども、ここからもうゼロからやり直してパーティーを再建して、今日の目標は、前回と同じあいつをぶっ倒すところです。そこを目指してねやっていこうと思います。まあとりあえずは E ランクシャドウも、でも体力低すぎるな。まあ E ランク、とにかくね攻撃力が高いやつを編成して、絶対にスカウトをねたくさんしなければならないと思うんですよ。なので、まあ、攻撃力順でねヨシコも編成しまして、まあ特艦でもいいんでね、とにかく手持ちを全部埋めまして、こっからまたやり直していこうと思います。しかもノジョリンがスカウト終わらせてきてるな。お前もう本当に景気づけの一発って時になんでお前はいつもそうやってミスるんだ。しかもそっか、前回薬草もめちゃくちゃ使ったし、ダウニンも使っちゃったし、万能薬とかも使っちゃったし、結構減ってんのか。でもちょっと今回悩んだんですけども、まあ所持金がねもともと1万あったのがもう5000ゴールドになっちゃって、もう何買えばいいのっていう話なんですけども、もうありったけ肉買ってスカウトしまくろうかなと思っております。魔物の餌しか買えねえか、とりあえず10個買って、これで、ね、もうとことん魔物をスカウトしてきて一気に仲間を増やしたいなと思っております。もうまずはウッドパックからやり直そう。なんか雨降ってっけど、雨降ってたらなんかレアモンスター出たりとかする。こいつってさ、ちょっと待てよ、一旦さスカウターで見てみようぜ。こいつフォレストドラゴン F ランクなんだ。いやでもレベル20、スカウト難易度星5、寝てはいるけどもこいつはスカウトしにくいって感じか。攻撃アップ1持ってて、地の使い手、まあ地張りか系のスキルを持ってるっていう感じかな。でヘルコンドル、お前はどうなの。 E ランクスカウト難度低いぞ。全体回復も賢さアップも持ってる。であればもうお前仲間にしよう。まず景気づけの一発目はヘルコンドルだ。ただあいつどうやって当たればいいんだ、わかんねえ全然ジャンプ力届かねえし、いけない。ちょっと待って、暴れ牛鳥もさすがに無理だ。ちょっと待って、攻撃すればいいか、空中で。オッケーオッケー、落ちてきた落ちてきたよし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 。でスカウト難度もそんなに高くないのであれば、いきなりスカウトでもいけるんじゃない。魔物の餌必要ないっしょ。あ、いるわ全然。ダメだ、さすがに。あ、でも頬がそれなりに軽く出してる。レベルを上げないとどっちみちダメか。怒っちゃった、逃げます。とにかく餌、もう魔物の餌上げてスカウトしちゃう。これで何パーまで上がるんだろう。 15%。 オッケーオッケーオッケー、これなら仲間にできるんじゃない。さあ 42%、 仲間になってくれマジで。なんでそんな失敗する。さあ肉2個食わせて 57%、 これはいける。ナイスヘルコンドル、マジで即戦力仲間に加わったぞ。これでけえ。てかスライムツムリいるじゃん。お前さ、なんかいいスキル持ってそうなイメージあるんだけどさちょっと一旦ピオらせてスカウトしてみよう。まあ、こいつ餌食わせる必要なかった。 100% いったわ普通に。でダウナーか、お前が持ってるスキル、それはちょっと微妙だな。さあ続いてドルイド、これも 100% いくんかい。餌いらんかった。うわ、しかもお前も回復のコツ覚えてるんだ、マジか、強いな。さあそんなわけでなんだかんだと言いながら送電移設にもう一回やってきたんですけども、スカウトまたお前失敗してるわマジで今頼むから本当にお願い、成功させてきて。ここまでやってきた理由がね一つありまして、ここの細道にですねちょっととんでもないやつがいるんですよ。消えたあいつをね、まあ肉使ってワンチャン仲間にしていこうかなっていう形でございます。こいつ仲間にすれば今の戦力一気にアップするんじゃないかなっていうところで一旦ぶん殴って、え、聞いてない、なんで聞かないのなんかハテナ出してんだけど、まあいいや、背中取っていこう。先手取れるか、これ先手取れてないか、まずいかな、これ。ちょっととりあえずノチョリンを乗らせて
肉食わせてスカウトしてみたい。一発無理かな。何パーセント上がるこれで。 2.5 からの 2.9。 2.9 か。これ以上はいかない。無理か。ちょっとリスキーすぎたか。頼む。は？え？嘘でしょ？え？眠り無効だ。え、お前神様？もしかして。しかもアッパー覚えてんだけど。え、マジの神様じゃん。いや、もう紛れもなくあなたは神です。マジで言ってんのか。嘘でしょ？とんでもねえの仲間になった。2.9%。 嘘でしょ？ありえるそんなことが。マジか。でもさまよう鎧も仲間にしよう。ナイス会心。しかも1回行動しか出ないか。そこは良くないけど 35.2%。 失敗するか。いや、でもまだ肉食わせれる。お、食えよ肉。どうやって食うのか分かんないけど、とりあえずスカウトしまくって会心は出ないけど、2発殴る。 OK。 41% で、さらにそこから後ろ取りが 71% までいって 47.3% か。ナイス。お前 F なんかい。あ、でも HP アップあるんだ。なるほど。さまよう鎧なんてスキルあんの。いや、別に強くはねえな。あと、お前も仲間にしたいけど、リザードマン。24%。めっちゃ仲間になんじゃん。E ランクナイス。こいつは、サミダレギリ、タナトスハント、アンカーナックル、聖剣好き、魔人斬り。強くはないけど、普通に、そもそも、リザードマンは強いね。てか、なんか、ネオン街の上に、宝箱あんじゃん。ルカニオン。あ、しかもスカウト終わったの？お前。ちょっと待てよ。今度こそ成功させてこいよ。マジ、今大事だから。できたっちょ、ナイス。マドハンドはまだ仲間にしたことなかったから、まあ許そう。もう一回頼むわ。そんなわけでね、他にもいろいろなモンスター仲間にして戻ってまいりましたんで、まず第1回目の大配合大会をやっていこうと思います。まずは誰から見ていこうかっていう話なんだけど、とりあえずはね、ヘルコンドルを見て、まあ何かしらいいモンスターがいないかなっていう話なんだけど、まずは神と合わせている状態で見てみると、スカルトン、スカルト、自動 HP 回復と氷結系のコツ、ノーマルボディ。微妙じゃないか、ちょっと。他はどうだろう。トロール。え、トロール。トロールってお前か。出た、キラーウェーブ。水ゲー覚えるのね。はいはいはい。とりあえず賢さと MP が高いやつがいいけど、いなさそうなのかな。シャドウはいいけど、HP 低いっていうとこがネックだよな。え、待って、D ランクいるわ、グレムリンと。なるほど。さすがに D ランクを逃す手はないな。ただヘルコンドルと混ぜて、いや、まあでも1回目の配合だから全然いくか。 D ランクはありだね。ちょっと待って、一応他も見ておこうか。あ、ドルイドとモホークマン作れるんだ。なるほど。どっちがいいのっていう話になってくるわけだね。竹谷利平と。まあでもドルイドと混ぜた方が良さそうな感じがするんで、ドルイドとまずホークマンを作ろうか。で、もちろん全体回復と賢さアップと持たせまして、あと1個何にするかっていう話だな。まあとりあえず闇の使い手とかでも覚えておこうかな。まずはこの3つでね、ホークマンを作っていこうと思います。これが反撃ののろしだよ。そしたらホークマンの名前は、夏子にしようと思います。で、次もうメタルドラゴン見ちゃおうか。なんなら B ランクとか作れたら神だけど、スカルドンとタンスミミック、お前は E ランクか。ってことは、まあ基本的に一番上のやつが C ランクっていうことだよね。そうなるよね。なんかこれ魔将軍も、いや強くないな。まあ賢さ高くて MP も高いからヒーラーにしたい気持ちはあるけど、だとしてもだな。シャークマンタ、またこういう系いっちゃうのすごくなんかトラウマな感じがしちゃうんだけど。お、渦潮キングか。なるほど。いやでもどうだろう。え、マジでどう配合するべきかわからん。まあ困ったらもう火力でしょう。自動 HP 回復も強いし、まあ、スカルドン作っちゃおうか。リザードマンがね、そもそもすげえステータス高くて優秀な部分があるんで、まあ、メタルドラゴンと混ぜてスカルドンにしようかな。
で攻撃アップを持たせながら、もともと持っていたアッパーも、まあ、もちろん強いと思うんでね、持たせつつラスト1個何にしよっかな。まあ最後はでも振ることはないっていういつものパターンになるかなとは思うんで、とりあえずリザードマンでサミナリ斬りとかもし覚えたらっていう感じにしておこうかな。まあそんな感じで続いてのモンスタースカルドン配合していこう。頑張るぞマジで。いやもう神も襲名制でいこうぜ。そしたらただこうなってくると一気にもう配合先狭まってきつくなってくるっていうのもあるんだよな。まあ E ランクをとにかく継続していけばそのうち D ランクになれるでしょうっていうところはあるけども、突進小僧とかはどうなんだろうか。まあ攻撃力高いしありっちゃありだよね。守備力と攻撃力高くて、まあ使い勝手は良さそうではあるけど、あ、それこそオクトリーチいいかもな。ありだね、オクトリーチいくか。目くらましとかっていう特性が正直どうなのかわからないけど、これもね攻撃アップ持たせれるし悪くはないんじゃないかな。こう水の使い手ザバーとかっていうスキルがもう見たことないなさすぎてわかんないんだけど、持たせてみるか。うん、とりあえずこのスキル3つでオクトリーチも作っちゃおう。まあ行動回数が多いやつはねちょっとステータスが下がっちゃう部分もあるにはあると思うんだけど、とりあえずオクトリーチ完成と。そしたらオクトリーチは、トーヤにしようと思います。よろしくね。ただここまでまだ3体なんだよな。もうあと1体必要になるけど、もうあと1体はきついぞマジで。まあそしたらラスト1体はしびれクラゲとニードルマンでフィッシュライダーとかでも作っておこうかな。ニードルマンがねアッパー持ってるんで、それに関してはまあ強いでしょっていう感じではある。で賢さとアッパー覚えさせてこいつ、あーでもそうなるとな後々、どうなんだろう。アッパーってでもそんなにたくさんはいらないっていうのもあるけども、まあ最初にアッパーある分には困らないでしょう。賢さと水ゲーとか覚えさせて、これでねまあとりあえずフィッシュライダーを作っておこうかな。まあ無理に4体作る必要もないじゃないのかもしれないけども、まあ作っておくことに損はないでしょう。まあそしたらフィッシュライダーの名前はまさきにしようと思います。よろしく。まあそんなわけでひねり出したこの4体、まあ暴れ牛鳥とか正直配合した方が良かったような気もするけども、まあレベリングしてもう一回配合しに行きます。ついでにこの地下にいるモンスターたちも仲間にしておきたいけど、ことぶきの入らないことある？スカルゴンしか入らないのか。攻撃こいつもしかして結構強い？敵としてはそんなべらぼうに強いわけではないけど、もしかしたらランクは高いのかもしれないけど仲間にならんか。さあでも 60% 近くまでいったぞ。これは仲間になる。ナイス。 E ランク回、あでも HP 回復と攻撃力アップ、あーステータスがそれなりに高いって感じか。ヒット&アウェイってなんだろう。さあそんなわけでさらに複数体の仲間を増やしてレベリングも済ませて戻ってまいりました。こっから配合していきましょう。もう一段階ぐらいねランクが上がると嬉しいんだけど、どうだろう。こっからはでも結構実戦を考えて作っていかなければならない。夏子とかねめちゃくちゃステータス低いんだよね。何か新しいやついるといいんだけど、サイクロプスってな、なんだい？ああ、こいつさっきの地下室のとこで見たわ。逃げたけどいくらなんでもなるほどね。いやでも夏子はこれにはなれないね。ダンスニートル、転生モンスターみたいな見た目してるけどあいつではないんだ。スカルゴンもいる。なるほど。いや正直コトブキーノと夏子を混ぜるのは結構大いにありだとは思ってるんだけど、まあできれば HP の高いやつと混ぜたいっていう気持ちもあるんだよね。ギガントヒルズか、悪くはないけどな。ヒーラーを求めているんだよな夏子には。なこれはディープバイター、あこれめっちゃ強いじゃん。会心が完全ガード、始まりの守護者、何それかっけえ特性持ってる。ディープバイターいいかもね。ガーゴイル同士で混ぜるとできるんだ。はあ、あとはオクトリーチ、こいつもねだいぶ強いんだけど、まあステータス高いやつと、おい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  D ランクできるね。何こいつ超かっこいいなあ、でも賢さが高いんだ。なるほど、うわ強いなこいつ。でラストマサキに関しては、うわコトブキーノが優秀なんだ。
ワニバーン強い。ただ2枠ってなぁなぁちょっとなぁっていう話でもあるんだよな。ダークマンモスって何？え？どの辺がダークなのか説明してほしい。じゃあ最後に神もちょっと見ていこうか。何か新しいやついるといいけど、雪原流2枠か。でも暴走期間持ってんじゃん。久々に見た。何こいつ。明治ももんじゃ行動遅いか。え、待って、キングリザードって。え、嘘でしょ、お前 C ランクになったの。あれ、まあ、いや、裸一貫っていうスキルもちょっと気になるんだけど、あー作りたいけど2枠かーっていうとこだよな。正直それだったら雪原流とかの方が強いんじゃねって思っちゃうしな。1から3回行動持ってるもんね。まあそしたらまずは、夏子とガゴイルを混ぜてディープバイター、こいつを作ろうかな。でスキルに関しては全体回復、賢さアップ、あと1個。これでもワンチャン闇の使い手ドルマ覚えるの強そうではあるんで、一応闇の使い手でいこうかな。この3つで、ディープバイターを作っていこう。足は遅いけど賢さとかは高いから活躍はしてくれると思う。そしたらディープバイターの名前は、学ぶにしようと思います。よろしく。そして2体目は、トーヤとコトブキイノを混ぜてプリーストナイト、こいつにしようと思います。まあアタッカーとしての能力としては少し減ってしまうとも思うんですけども、まあ D ランクになれるというところを選ばないわけにはいかないでしょうといった感じで、まあ回復とかもつけつつ、まあとりあえず攻撃アップ、守備アップ、 HP 回復の3つにしようかなと思います。まあとことん攻撃に振るっていう形にはなるんじゃないかな。まあたまたまね回復を持ってただけであって、こっけー、別にヒーラーにするつもりはないんで。そしたらプリーストナイトの名前はシゲルにしようと思います。よろしく。でマサキに関してなんだけど、ウィザードマンを混ぜてもう一回オクトリーチにしようかなと思います。まあ、ダイオーキッズとか言ってもいいんだけど、まあ、ステータス的にも、まあ、あと AI2 回コードを持っているっていう部分でオクトリーチの方が強いと思うんで、オクトリーチにしようと思います。まあ、それに加えてね、アッパーも持ってるんで、アッパー持ったやつがね2回コードを持ってると1ターンの間に2回ねバフかけれたりする部分もあったりするんで、まあこれでいこうかな。でラスト1個、ちょっと待って、攻撃力アップはそんなにいらないな、賢さアップの方が大事だ。あーでもどうなんだろう、こいつ後々どうする。ヒーラーは正直1体でいいってことを踏まえると賢さアップあんまいらないかもな。攻撃アップでいいや。でまあでもこいつは後々ヒーラーになる可能性もなくはないとは思うけど、どうしようかな。まあその時に賢さアップ入れればいい気はするんで、まあ水ゲーでも覚えておこうかな。この3つでいこうと思います。オクトリーチも完成と。ちょっとまたあったけど、よろしくな、トーヤ。でそうか、まだ神が残ってたわ。神の配合をどうするかっていうとこはね悩みどころだけど、いいやつね2枠しかないんだよね。それ以外1枠で無理に作ろうとしてもあんまりいいのがいない。まあエビルチャリオットかな。でもドラキーがすげえステータス低いから、そこだよね。問題があるとするならば、多分スカルドンのままの方が強そうではある、正直な話は。まあそこを踏まえるんであれば、まあここまでねクラクを共にしてきたコート混ぜてもう一度ガーゴイルじゃないスカルドンにしていくっていう形がベストかな。4ターゲットとかも、うん、こいつに求めてる性能ではないんで、もう一回スカルドンにしておこうかなと思います。多分これが一番無難に強い型だ気がする。でまあスキルは攻撃力とアッパーと、まあリザードマンとかでいいかなと思います。もう一回スカルドンを作っておこう。こいつだいぶ優秀だったから、もう一回しっかりレベリングしよう。まあそんなわけで、まあ若干2名変わってなかったりもするんですけども、まあまた新しくできたねこの新生パーティーをレベリングした後に、いよいよあいつぶっ倒しに行けたらなと思います。さあそんなわけで、いよいよ全ての準備を整えてここまでやってまいりました。レベルもねだいぶ上げてきたんで、これなら勝てるでしょ。二度と負け。
チュルルル、そちらから出向いてくれるとは探す手間が省けたようです。さあ今度こそおとなしく死になさい。前ので死んでなかったら俺はどうやって死ぬんだよ。あんなボロ負けもなかなかねえぞ。強奪王ブンドルド、こいつに全てを奪われたか。とりあえずはまあぶん殴りに行っていいでしょう。ここ2人はぶん殴ってって、下2人はスクルト、スクルトでいいかな。まあ今回はスクルト覚えれたんでね、とりあえず相手の火力は減らせるとは思うけど、ヘロヘロがなだるいってとこではあるけど。47、ラリフォーマー、マジで寝ないでくれな、もうだるすぎる。あ、しかも殴りに行っちゃうか、ここ。そうか、どうしようかな。まあ、でもまだ居座れるな。もう一発スクルトやっといて、ぶん殴りに行きながら、二人はもう寝てるから、一旦置いとく、そっとしとくしかないかな。目覚めの針、一個使うか。ヒーラーには起きてもらわないと困るな。一個使っておこう。ただ何回でも多分ラリフォーマー打ってくるだろうけどな。とりあえずぶん殴ってヘロヘロすんな。 OK ナイス。でスクルトかけて、で殴りに行っちゃうか。殴らずにいいな。なんかバフかけてくれたらありがたいんだけど、ヘロヘロボディだるすぎる。なんでしかもそこそんな狙ってくんの。ドルクマー、これが一番嫌だよね。いってーマジで。いや、傷を癒すっちょにしてほしかったけど、でもそこにバフかけたのはマジでナイス。ここベホマラ、え、待って、ベホマラ打ちたいけどな。ちょっと待ってよ、素早さは96、75、120、学ぶが96あるのか。意外と早いんだな。ホイミってでも、いや、ベホマラ打たないとダメだな、これな。打たざるを得ない。で、ヘロヘロしちゃってって、ここ、そうか、2人は何もできないのか。そしたらまあぶん殴りに行って、薬草も使ってあげないとだよな。使おう。ただ薬草も残りそんなに多くないから。ナイスベホマラ、先動いてくれたのがでかい。で殴ってガンガン行くっちょで88か。起きろ。起きた、ナイス。なあ、また眠らされるこれ、だるい。集中するっちょ。 MP 回復、ナイスナイスナイス。まだヘロヘロしてんのかお前、マジか。だいたい2人は動けないんだな。これマジどうすんの。目覚めの針、ちょっと待てよ。みんな眠り耐性は軽減軽減軽減半減。いやー減らしてんだけどな。まあ起こすか。とりあえず起こさないことには、ヒーラーには動けるようにしてもらわないと困るからな。いやでもここ違ったか、起こすやつ。うわ、しかも殴られた。てかスクルト二重掛けしてこんなに入るの。マホトラはまあそこにやってくる分には構わないんだけど。43ダメージ、まあ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 。で集中するっちょ。12も回復した、ナイス。ここはじゃあぶん殴りに行って、でホイミ自分に、ホイミは自分にかけてください。自分にかけつつバイシオン行こっか。一発バイシオン行く余裕はできたんじゃないか。殴りに来た、先動っか。ドルクマ、ちょっと待って、大丈夫か。危ねえ、結構ギリだな。自動 HP 回復はマジで強い。わ、ヘロヘロ、神がヘロヘロになってしまった。回復量が追いついていない。バイションかけて、さらに殴りに行って、全然追いついてねえなマジで。いやーこれはやばいぞ。ホイミを自分にかけつつ、お互いにホイミをかけつつ、さらに薬草も使ってあげないと絶対にやばい。で神がヘロヘロしちゃってるんだけど、それを直すことは今はできないというか、あれって直せるんだっけ、そもそも。そこもわからないな。いや、とにかくもう死なない立ち回りをするしかない。ナイス、ホイミ先動き。うわ、待って、それやばい。あ、びっくりした。止まって。マホトラ、危ねえ。
そこへの魔法トラは全然構わん。おい一発37で殴りに行く。ドチョキックも13入る。ヘロヘロ、うーマジか。スクルトかけたいところでヘロヘロになっちゃうか。まずいぞ、バフ見てなかったな。いつ切れるか。待って、これ3回も上げれんの今回、今作。え、2段階アップが最大じゃないのか、もしかして。てかこの矢印の感じ、4段階アップまでいけるのか。めちゃくちゃバフかけれるっていう可能性がちょっとあるのかな。ここ一旦防御してもらわないとダメだな。でさらに薬草を使ってあげてっていう形を取らないと死んじまうわ。でスクルトかけて守備力上げて、まあ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 仕方ない。ラリーフォーマー、寝ないでくれカメちゃん。なあカメちゃん、応援するっしょここでか。いやまずいなこれ本当に。待って本当にずっと寝るじゃん。え、マッチって言ってるこれ。本当にきついんだけど眠り。でもマジックバリア欲しい、マジで。ここちょっと入れ替えするか、トーヤをマドハンドと変えよう。ちょっとさすがに寝すぎだ。やっぱトーヤ欲しいけどもう仕方ない。で薬草をつけて、さらにノチョリンをライドさせようかな。そうね、ノチョリンが今トーヤに乗ってたから、そこをシゲルに乗らせて、で殴りに行けるかな。スクルとかまだ1段階しかかかってないからちょっと怖いけど、薬草は先に動けるんでその点はいいでしょう。でここも殴りに行っちゃおう。どうだ、ノチョリン肩車してぶん殴ってテンションアップで結構入るんじゃないかと思うけどな。22殴ってきた、ナイス。そこ殴ってくれマジで。いやーラリフォーマまた来た。オッケー、ミスってる。ナイスナイスナイス、いいぞ。ナイス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 、素晴らしい。集中するっちょ。 MP 回復、 MP 回復してもそいつ動けねえんだわ万能薬もう使わざるを得ないよなもうこんなに使わされる。ちょっと待って、ラリフォーがマジきつい。マドハンドはちょっと待ってよ、マドハンド一旦上の方に配置するか。これでいいかもな。でまあ2人には殴ってもらいながら、万能薬を使ってあげるっていう形になるんじゃないかな。もうそれしかない、もはや。でぶん殴って193、ナイス、いいダメージ。 HP も回復して、そっからさらにテンションアップでナイス。これで割とギリなのか。ちょっとラリフォーマとかいう技本当にふざけんな。キュルバカな、この私がやられるなんてダメなのです。お前をこの先には行かせません。この先にある何これ、霊骨、頭骨の表現にはレジスタンスのリーダールキアがいる。あ、教えてくれてる、ありがてえ。頭骨の表現に向かったルキアと合流させるわけにはいかないのです。ぐおお、消えちゃった。ざまあみろ、何あれ、あれもなんか、ああやっぱスカウターだ。え、何これ、なんでこんなのが置いてあるの、誰のなんだろう。俺なんかパワーアップするみたいな形なのか、それともここに潜むもの、限界のようだ。ブンドルドはこの秘密基地に気づいている。先に脱出させた彼女から頼まれたメッセージも部屋の装置の中にすでにセットしてある。はあ、専門のパスワードも一緒に隠した。移動装置を封じる扉はこれで開くはず。あいつがこのリアクターを調べたとき、
部屋の装置を動かせるようにしておいた。直接手を合わせないのは残念だが、なんとかうまく受け取ってほしい。生き残った俺たちの役目は最後の希望であるあいつのために道を開くこと。お前もそのために頭骨の表現へと言ったんだ。そうだろ、ルキア。ここにいたレジスタンスからのメッセージ。セキュリティコードを受信します。室内システムにアクセスが可能です。明らかに俺に向けてだよな、今の。セキュリティコードを感知しました。認証システムを起動いたします。正規のリアクターであることを確認。格納されたデータを展開します。データの展開してる。お、このメッセージは、あなたがブンドルドを倒したら再生されるもの。あなたの力は戻りつつあるよね。私の仲間たちが願った通りに。まあ、くしくも戻りつつあるな、いろんな意味で。でも今のあなたはまだ足りない。確かに足りない。足りないものが多すぎるくらい。多すぎるね。だから世界をもっと知って、私やルキアが生きるこの世界のことを。またそれ言っとるな。また過去の映像を見せてくれんのか。なるほど。早く外に逃げて。急いで、追っ手が。ここはどこなんだろうな。先回りされてるぞ。すげえドラクエ9の主人公みたい。なんてことなの、移動装置は目と鼻の先なのに。さっきの部屋の方にも来てるぞ。追い詰められちまった。そんな、これまでなの。諦めるな。行くぞ、バディ。おお、これ俺？かっけえ。ああ。今がチャンスだ。みんな走れ。すげえじゃん、俺。どうした？お前も急げよ。ありがとう、助けてくれて。どういうことだ。続いて頭骨の表現へとつながる移動装置を起動いたします。果たして読み方は合ってるんだろうか。なるほどね。次は氷マップか。モンスターマスターのボルを確認。パスワードをリアクターに転送します。頭骨の表現にルキアをよく知る者がいる。移動装置で頭骨の表現に向かいなさい。消えちゃった。なるほど。おい、登る。あのブンドルドをやっつけたしか。それでリアクターはあったしゅ。あったよ。あれが誰のリアクターだったのかよくわかんないけど。お、リアクターだし、今すぐマッハで調べてみるしゅ。お、このリアクターはやったし、探していたものだし。ふむふむ、このプログラムは崩落都市のセンタービルで使えばいいしか。なるほど、こうしちゃいられないし、早速センタービルで試してみるし。何ができるようになるんだろう。またなんか新しい機能が追加されるのか。シュッシュ、礼を言うのを忘れたし、おかげで探していたものが見つかったし。今見つけたものはモンスターマスターのための特別なプログラムなんだし。なるほど、このプログラムがどんなものかはセンタービルに来たら教えてやるし。そういえば、あんたはこれからどうするつもりっしゅ。これからどうしような。もしも頭骨の表現に行くつもりなら、このガーデンの外に出て裏に回るっしゅ。確かそこに頭骨の表現へ行ける移動装置の絵の扉があったはずだっしゅ。なるほど、まずは一旦ビルに帰ってそれを見てみようかな。ただその前に一応なんか見れるもない。リアクターについて書かれてるレポート。新型のリアクターのテストは成功。秘密基地へと運んで最終調整をする予定。敵の残党狩りは厳しくなっている。なんとか間に合えばいいのだか。なんか誰か、おい、宝箱もあんじゃん。ちょっと待てよ。レジスタンスが書いた日記のようだ。彼は黒金の監獄島からやってくるようだ。倒しても倒してもキリがない。あれほどの戦力をどうやって用意したのか、ルキアと相談して調べる必要がありそうだ。なるほどね、そんなとこから敵が湧いてきてたんだ。
日記はこんなもんか、この岩とか壊せたりはしないのね。なるほど。そういえばまだ地下にいたわこいつ。すぐに崩落都市へ行こうと思ったけど、もう少しここを調べることにしたっしゅ。あんたは、教えてくれねえんかい今は。なんだよお前。遅いのが嫌いっつってたのに。まあそしたらね、今回進捗はマジでなかったですけども、この辺で終わっておこうかなと思います。まあね、今後ももし僕がボコボコにされることがあったら、このようなね、ただただ育てるだけの回がね発生してしまうかもしれないんですけれども、まあ、なるべくねないようにはしていくんでね、まあどうぞ次回以降もよろしくお願いしますといった感じでね、今回はここまで。まあ次回はね、その頭骨の表現って読むのかな、あれがなんていう読みなのかはわかんないですけども、そのなんかまあ雪国的なところに行ってルキアを探せっていうことみたいで、まあそこにねもう確定でルキアがいるらしいんで、まあそこで何体かまた仲間を増やして、配合してみたいなことができたらなっていう感じですね。まあ神がね今相当強いんで、まあ神に匹敵するモンスターたちをいっぱい増やせたらなっていう風に思ってはおります。まあできればちょっとヒーラー2体ぐらいいた方がいいのかなっていう気もちょっと今日の感じはしたけども、まあ今回はここまでにしておこうと思います。ではご視聴ありがとうございました。また次回のジョーカー3プロフェッショナル人生縛り、いや鬼畜縛り、前が間違える鬼畜縛りでお会いいたしましょう。さよなら。